伝大学京都芸術美術工芸大学、仕事だね。あ？正面で。あれ？こっちが。そっかそっか。正面にあるか、正面ってことか。で、あの先に見えてきた通りか五条か。なるほどな。何やかんやといろいろ回りましたね。あ、ですので、朝一は来ればね、全然これで回れるし。まあ、帰りきり1ぐらいあれするんだったらしい、まあ、そっか。でも帰りを、近鉄使うっていうんだったら別にこれよりも、普通に、エコキープ使った方のがいいではあるのか。ってなるとちょっと使えるところが、まあ、これで往復で行くっていう感じなんで、まあ、朝の便もあるんで、まあ、それこそ、ギリギリまでね、1日、夜の10時ぐらいまでね、これで使って、大阪、京都のあたりを、ブラブラして、で、どっかね、だから、京都周りで一泊しようと思うと高いか。この辺りでも多分高いですもんね、清水寺と、祇園がすぐ近くですからね。そうするとなかなか、あれだと、一回そういうプランもちょっと練ってみようかな。そうすると、今ね、実はね、友達が難波に飯食ってるらしくて、なんで難波来てんねんと。ちょうどうちが、もう淀屋橋で乗ったところらへんで、ナンバーで飲んでるって送って飯テロを送ってきたんで、多分彼は火の鳥で帰る、あ、一泊するのかな、一泊するのか9時の火の鳥で帰ってくるのかわからんけど、もう清水工場になってきましたね。おしゃれ、なんかめっちゃおしゃれ。あと大阪に車に出たときに出てエコキップ使うようなプランとかね、車を降り混ぜるとまたいろんなところに行ったりもできますし、といろんなパターン試してみたいですね。それか関西線を使うとこれよりも早く行ける方法ってあるのかな。いや、さすがにこれより早くは行けんと思うんだよな。いや、行けるか。この前あれだ、亀山スタートにした時は行けたけど、四日市スタートだと多分結局同じぐらいの時間になると思うんだよな。まあ、そのあたりもいろいろとちょっといろんなパターン試行錯誤しながら、
まあやっぱ京都楽しいですね、こっちの方、京都、大阪。大阪もまあ、しかし今日も、まだまだありますもんね。あの昭和橋でしたっけ、あっちの方とか行ったことなかったけど、めちゃくちゃいい雰囲気でしたしね。うん。わー、おだん、できへん。どうしてんな。さすがに横断できへんな。まあ、ここ止めれば一番いいでしょうけど。まあ、ここ止まるんだったら、もう新幹線使った方が安くなりそうですもんね。うん。いいけどね、そう、こういうホテルに泊まってね、エレガントに過ごしてっていうのも、ありだけどね。やってみてや。いくらぐらいなんだろう、あと料金調べとこう。まあでもホテルはいろいろあるもんな。まあキングオブ観光地、オブ観光地、オブ観光地だもんね。ああでもいや、この時間帯もいいで。うん。で時間が15分20分ちょうど20分な。ああ、そこら辺で、パッとなんか買って、帰るか。あとか別に夕飯は確保してあるんや。よし。じゃあ最後は、多分もう、乗って車の中で爆走して、終わると思うんですけどね。一応新章で締めとるか。おう。はあ、この時にね、復興じゃなくて新章やとね、寝落ち一つもそのまま引けますからね。はあ、ゆっくりできるんでいいですね。おう。あ、そうや、ハッピー六原あったな。あ、でもさすがにあっちまでは行っとれんな。あ、でも夜の鴨川綺麗だな。あ、やっぱ綺麗だね。さすが観光地だわ。あ、いや綺麗だね。いいな。大黒ブラックは安いし、うん、ローソンしちゃったんだし、よいしょ、あ、スカの屋さんのイベントがあったんだわ。あー、これでもいいね。でも出る時間はないか。20分ちょっと危ねえな。危ねえけど。出てるのかな。いや、ローソン100や。いや、頼むかな。よし。買ってこうか。